なります。足元に十分お気をつけください。また本日入場の際にお配りしましたサイリウムをご準備ください。場内が暗くなりましたらサイリウムを折り曲げて点灯してください。You said that you never
山敦則選手、ホームベース付近までお進みください。ここで花束の贈呈です。まずはファイターズスタッフを代表してバッティングピッチャー伊藤英介さんです。伊藤英介さんは高校時代に愛知県大会の決勝戦で愛工大名電のエースとして中京高校の主将だった稲葉選手と対戦しました。現在はファイターズのバッティングピッチャーとしてかつてのライバル稲葉選手を支えてきました。では伊藤英介さんから花束の贈呈です。続きましてチームを代表して金子誠選手と稲葉選手からこれからのファイターズを支えてほしいと指名を受けた中田選手です。野球をこよなく愛し、ファイターズを愛した稲葉選手は、これから新たなスタートを切ります。そして、先日引退を表明しました金子誠選手、共にファイターズを支えてきたお二人に、どうぞ大きな拍手をお送りください。金子選手、中田選手、ありがとうございました。続いてはご家族からの花束の贈呈です。奥様、レナさんとお子様からの贈呈です。続いて愛知から稲葉選手のお父様正弘さんが来てくださいました。ありがとうございました。ではここで稲葉選手より皆様へ最後のご挨拶です。まずはじめにこのようなセレモニーを開催していただきました
球団関係者の皆様、そして最後まで残ってくださってます楽天ファンの皆様、本当にありがとうございました。1995年ドラフト3位でヤクルトに入団し、ヤクルト10年、ファイターズ10年、20年という現役生活を送ることができました。これもひとえに皆さんの声援、皆さんの支えがあったからだと思います。ありがとうございました。ヤクルト10年では野村監督、若松監督、ファイターズ10年ではヒルマン監督、梨田監督、栗山監督と5人の監督の下で選手をさせていただきました。勝つ喜び、負ける悔しさ、本当にいろんな経験をさせていただきましてありがとうございました。中でも野村監督はこの夢であるプロ野球という世界に入れていただき、そして野球をゼロから教えていただきました。野球は考えているスポーツだ、そういうふうに教えていただき今日までできたと思います。ありがとうございました。そして栗山監督、3年間という短い間でしたが、なかなか調子が出ない僕にいつも声をかけていただきました。そして昨年は兼任コーチということでいろんな経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。そして僕は20年間いろんなコーチの方にも指導していただきました。そして練習を手伝っていただきました浦賀さん、体のサポートをしていただきましたトレーナーの皆さん、いろんな面で支えてくれました球団スタッフ、マネージャー、そして、用具担当の皆さん、グラウンドキーパーの皆さん、そして共に戦った選手の皆さん、本当に皆さんと一緒に野球がやれて、皆さんに支えられここまでできたと思います。ありがとうございました。僕は全力疾走でここまでやってきました。この全力疾走ができる体に産んでくれた両親、今日まで見守ってくれた家族、この場をお借りしまして挨拶をさせてください。本当に今日までありがとうございました。そして一番感謝をしなきゃいけないのはやはりファンの皆さんです。ヤクルトでは必殺仕事人、ファイターズでは稲葉ジャンプと本当に素晴らしい応援で後押しをしていただきました。そして勇気づけていただきました。これを来年入れないと思うととても寂しい気持ちでいっぱいですが、これは僕の一生の思い出として胸の中にしまっておきたいと思います。本当にありがとうございました。しかしまだクライマックスという大事な試合が残ってます。ここにいる全員で戦っていきましょう。どうか最後まで熱いご声援よろしくお願いします。最後になりますが、これからのファイターズ、どうか皆さんの応援でまた勇気づけてあげてください。そして新しい歴史を築いていってください。そして中田翔のことをよろしく申し上げまして挨拶していただきます。稲葉篤紀に悔いなき20年間、そして最高の20年間、ありがとうございました。
さん。イヌータ。Come on.